土曜日なんかもう家にさずっといて、うん、テレビなんかも、まあ、結構それまでも結構もう学校も休んでるから、うん、子供らももうテレビも大体見尽くしちゃってもうちょっとストレスもちょっと溜まってるような中でなんかして遊んであげなきゃねーなんて、うんうん、嫁とさ真由美と話してたら、うん、真由美がさ、うん、どっかもらったんだか買ったんだか分かんないけどじゃじゃーんっつって。うん ツイスターゲーム出してきたのよ。わ <laughs> かるでしょツイスターゲーム。あの、色決めて、丸いところに手とかとか、うん。足乗っけてさ、うん、次は赤、左手は赤っ、つってさ、うん、なんか人がこう絡んだり、うわちょっと危ない危ないとか、うん、もたってなんないとかなるやつ。あれをジャジャーンっ,って出してきたのよ。家族でやるんですかあれは。わかんないですけど。いや、でも、センスはいいなと思ったの。あ、最高のゲームじゃん。うん 絶対盛り上がるし、これつまんねえって言うやついないし、もしつまんねえって言うやついたら排除していいゲームじゃん。そいつ一緒喋んなくていいゲームじゃん。ぐらいの、そのファニーゲーム。まあまあ。そっか。だけど俺もちょっと、あの、ワンクッション置いたら気になって、ジャジャーンって出してきたじゃん。それってさ、かつてやったことあって、 これやれば絶対楽しいの。わかってるっていう人間の出し方じゃない。若か、若かりし頃。うん。で、俺はもちろん、あの、付き合ってる時も結婚生活の中でも、まゆみとツイスターゲームをやったことはない <laughs> そうなると、<laughs> あの、俺以外の、俺のいなかった、俺と出会う前のツイスターゲーム体験者になるわけじゃ まあまあまあ。だいたい20前半、20、まあ俺俺。うん、俺としてやったら20前半かな。うん。うん、23、4か、真由美がね、うん。チャラ飲みじゃないかも、だし。うん。チャラ、逆に言うと、チャラ飲み以外でやるツイスターゲームって何 <laughs> いや、小さい頃、例えば、家族で、実家でやるあ、俺、だ俺はそんなに離れてないから、二個、うん、下だから、真由美は、はいはい、俺ら小さい時ってツイスターゲームってあった チクタクバンバンとかわかるよ。ブタミントンとか。ミントンそれ小さい頃家族でやったのはわかるんだけど、ツイスターゲームってもうちょい後じゃなかったあ、俺お正月とかお一子とかね、お盆とか集まった時みんなでツイスターゲーム。やろうってなったない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 。よ。俺見たことない。俺、正直。俺もないのよ。無理だ。まゆみさんごめん、無理だわ、それは。じゃじゃーんってそうじゃん。自分が楽しいっていう確定がないと、じゃじゃーんって出さないじゃん。 いじゃないですか、それは。いや、わかんないもんって、うん、あの、未確定なもんって、うん、これ、自分が提案したゲームとか遊びとかって、うん、は、跳ねるかな、どうかな、って、うん、ちょっと不安で、うんはい、一回ちょっとやってみないなんすんげえある、それ。で、跳ねたらやろう。で、つまらなかったらやめようじゃん。うん、そんぐらいのもんじゃん、自分が提案するお遊びって。じゃじゃーんって、確実でーすって言ってんのと一緒じゃん。 ま、飲み会の後誰かの家でとか、なんかそういうね。なんかサークル内で、合宿で飲んだ後に。まゆみさんももしかしたら、若い頃はもしかしたら。いや、俺はそれはないと思うよ。いや、じゃじゃーんはあるって。申し訳ないですけど俺は信じてはいんのよ。いや、無理よ。じゃじゃーんですよ、平子さん、もう一回。<laughs> いやでもより酔い飲んでますよ <laughs> もう強めのやつでや最悪すんげえんかエロい体勢とかになったりしてユミさんが他の男とねね旅,旅館のあの木のテーブルの上にさ <laughs> コーラとかのペットボトルとか<わ>あのクラッシュアイス袋のままガサッてもう溶けかけたやつとか置いてあってっ缶とか最低の飲み会 <laughs> それはあったんじゃないですかうん ちょっと別の部屋行こうよ、みたいな。めちゃめちゃ酔ったふりしてるんだ。<laughs> いや、俺はね、俺は、あの、例えば若かし、若かりし頃ね、うん、誰かと間違いがあって、一晩を共にしてしまった、うん、いや、もちろん嫌だけど、うん、まだいいと思ってんの。うん、まだよくて、うん、ツイスターゲームで、入り乱れて、うんうんうん サークルの気のない先輩とかが、肘とか胸つっついてんのに、うん、自分はキャーキャー言って盛り上がったっていう体験の方が俺は嫌だね。<laughs> だったらやっててほしいのよ。ああ。やってた方がいいんですかじゃあ。全然、だったらまだ。なんか難しいの分かるこれ男の心境感もどうだろう。うで、あの、んなんだ、なんかいい,い,い風に、うん、 いろんなサークルの同期も後輩も先輩も、ゲームというのを借りて、若かりし頃の眉美の体に触れまくったってされる方が俺は嫌なのよ。だったら一人とやってた方がいいわい。ゴールまで行っといた方がいいってことですかそのいや、ゴールじゃなくて、ツイスターゲームを経由せずに、気に入った先輩と部屋に仕込んで一晩共にして、次の日、ああ、私何やってんだろうって思う分のがまだマシだわ。じゃあみんなでやっててもいいのみんなで前、 それは、それは、流れじゃん。ツイスターゲーム。それは、えいや、どっちお前、ツイスターゲームって呼んでんの複数、複数 P のこと。ツイスターって呼んでんのツイスターみたいなもんだけどさ。ツイスターは巻き起こるだろうけどさ。ええ。でもさ、なんだろう。これ不思議だけど、まあ、わかるかな。あの、お前、これツイスターゲームやったことあんの ってさ、うん、聞くのって男の懐として負けじゃない <laughs> 聞いちゃいけなくないそうか。うん。ち気遣いすぎな感じするけどな。え、お前やったことあるこれってさ。イコールじゃん、うん、もうなんか大学とかなんか男女入り乱れてやったと一緒じゃん。うん、まあ。なんかダメじゃない聞いちゃうかもしれないな、俺。やったことあんお前やったことあるんだろうとか言いそう。でもほらこ、うちは子供がいるし。あ、そうね。<laughs> 子供いる前でうなだらられてもさ。ジャジャンじゃねえしってなるもんね。そう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 。<laughs> で、だから、プレイ内容で見極めようと思って、あ<ー>直接はちょっと聞けないから。イン <laughs> スターゲームのプレイ内容。<laughs> うん。俺も小さいこと思われたくないから。いやいや、そうじゃん。プレイ内容がこなれてたら、<笑><笑>まあね。あ、こいつやってたな、とか、<ー>うん、かプレイスタイルね。あかわし方も <laughs>。っていうのは、俺と出会う前のプレイスタイルが明るみになるってことじゃん。 今、まさに。攻撃的だったらだもんな、ちょっと、なそうなんか、なんかやり方によってさ、分かるじゃん。やってたな、とか、やってなかったな、とか、やってたけどこっち側だったか、とか、あ、やっぱこっち側でやってたな、とか、分かるわけで、バサッと広めてさ、子供たちはまあ、なんか見たことあるぐらいのもんで、で、まあ、俺もまあ、基本ルールは知ってるから。 じゃあ最初に、私がこれ、あの、ルーレット回すから、じゃあ3人でやってみようって、俺と息子と娘とね、や、始めたわけ。で、あれ、意外と難しいのが、まあ説明書とか読んでないからよくわかんないけど、本ちゃんのルールが、黄色のとこに例えば右手をついてて、じゃあ次パパ、右手黄色って、同じの出た場合って、移動しなくても済んじゃうああ、そのままでいいで、楽な体制じゃ、そのままでいいから。 あ,あじゃあ楽だっていうのが2、3回続いた。うん、そしたら、まゆみが、あ、右手黄色でも違う黄色に映すことにしようって言ってきた。まあまあまあ、ソファーにふ、ソファーにふんぞり返って。<laughs> <laughs> で、そうすると、うん、イコール、より絡み合う体制になるわけよ。無理な体制にもなるわけ責 <laughs>、はい、攻めるなぁ。それ、<laughs> うん。 で、キラキラ笑ってるわけ。うん,うん。俺がグーってなってたので。うんうん、あれと。<laughs> お前、旅館でさあ、あと。<laughs> <laughs> しかも、旅館ってことは、浴衣だしな。<laughs> <laughs> ボローンになりますよ。ボローンだし、足も、ピリーンだし。うんうん、ほどけちゃって、なんか,とかち。ちょっと、ちょっと、ちょっとって直そうとしたら、しても、<laughs> うんうん、ダメダメって言われて。 太もも用意してある。いや、ダメダメじゃねえよ。直させよそれ。公式試合じゃねえんだから。なんだ、一個目の男のダメダメって。ふざけんなよ。じゃん。また、わかんないからね、そこ。いや、じゃん、じゃんか。まあまあね。俺結構それで、あの、眉美の、その、あの、旅館ルールで辛い対戦になって。やってるかわかんないからね。結構辛い対戦になって、ううって。 なってて、あ、俺もちょっと持たねえなーって思って。そしたら、でも、あの、息子は一流が、ずっと、なんかの兼ね合いで、カエルさんみたいな体制だったの。はいはいはい。で、一流カエルみたいな格好だーって言ってて、で、何が出ても、移動しても、ずっとカエルの体制が続いてて、あ、これ、ずるいな一流って言ってたのよ。これ一流の勝ちだーって。 そしたら、で、ずっとそのカエルさんの体勢が続いて、あ、いいな、俺は辛いな、もう無理だな、パパの負けかな、って言ってたら、うんうん、意外となんだけど、あの、カエルの体勢って、うん、まあ、一見楽そうじゃん。うん、こっちがもう、もう、馬みたいなさ、もう交差したような格好になってる中で、はい、長時間、長期戦になると、カエルの体勢って辛いらしくて、えチ、ー、一郎が、うん、足が痛いって言い始めて <laughs> 最初は、最初はね、あの、軽く口ぐらいの、うんうんあ、なんか足が痛いっていうぐらいで、うん、あ、でもお前、パパのほう辛いんだから、って言って、<laughs> 一塁有利で一塁勝てるよ、って言ってて、うんうん、そしたら、途中から、ううって右足がもげちゃうって。意外と、下半身に来るんだ。<laughs> そう、意外と、ね、来てて <laughs>。 またちょっと左足の体勢が一流変わって、うん、まあカエルさんはカエルさんのままなんだけど、うんうん、ちょっと斜めになるカエルさんじゃな格好になった時に「はいはい、ママ,もう,ダメマ,マもうダメだママもうダメだ」って言って右足が取れちゃうよっもう母親だから、うん、もうやめなもうやめなって <laughs> <laughs> そこまでしてやることじゃないからって言って。 タオル投げて。タオル投げて。タオル投げて。タオルさん。意外と過酷なゲームで。そうなんだ。やめなやめなって言って。で、交代しよう、ママと。て言って。リタイアさせて。で、娘も、もうダメって疲れちゃって、じゃパパとママでやるから、つって。タイマン。プレイ内容楽しみですね。もうどう出るかで。はい、どっちも。 で、俺は本当に、あの、恥ずかしい話だけども、うつはでかい振りはしてるけど小さいから、その経験があったら、いろいろ聞かなきゃいけないことも増えてくる。ただツイスターゲームをやっただけなのか、そこに好きな人はいたのか、誰かに告られたりしたのか、気になりますよね、それは。で、もしもまヤみが何もしてなくても、みんな男女雑骨で、周りで何人かやってるような環境でも俺は嫌だし。うわ すごいな。そういう、その環境に身を置いてたってことも嫌だしね。で、一言二言言わ、言わしてもらうし。過去で、それ、これ大事なんだよ。みんなは過去って言うじゃん。過去を許容することって器が大きいことだと思ってるじゃん。でも今って過去の連続での今だから。わかる時間って途切れてないのよ。まあまあ、そうですけど。流動的なものであって。一言二言じゃ済まないでしょだってさんいや、まあまあ、2個と4ことは。あっちの出方次第よ、それは。 出る出るだろうけどもで俺とまあ真由美とのタイマンツイスターなわけよ長男がルーレット回してすごいなでもちろんこのいろいろ絡み合う体制のルールそれはね真由美が作り始め上げたルールだから真由美が作ったんじゃないけどそういうルールなんだけどで俺がもう絡んでってで交差したり離れたり。 結構長期戦なわけだ。前見せそういうゲーム好き。体使うゲーム好きだから。いや、それもだけど、それもだ体使うゲーム。それね。あいつ、そうだな。なんかそういうの好きなんだよな。体使う。体使うゲームって他何があるんですかいやいや、なんか普通に公園とかで、アスレチック。アスレチックあいつ好きなんだよな。アクティブなんですね。いいじゃないですか、それは。アスレチック、アスレチックいいじゃないですか。 スポいや、だから俺はそうなんだから、アクティビティブな人。洋物だろ洋物だろ危ないっすよ。だまだ、羞恥心持ってやられてるよりは、洋物チックに、バックミュージックにロックかかって、おいえ、カモンの方がまだいいんだけど、ただそれでもやっぱ言わなきゃいけないし、それはそれでさ。で、まあ、やってたわけ。で、 なんだろうなあれって、もちろん都合よくさ、うん、あのなんか、スケベ男子の思い描くような、手がたまたま胸の部分いってとかって、なんかあんまないのよ。ないんすかあんまない。へ<ー>手の、胸、手の部分とかが胸に行くことってない。<ー>あっても、自分の腰の、なんか背中と腰の中間あたりになんか胸あたりなのかなっていう。いや,十分ね、いや、十分なんだけど、うん、あとは、あの、 腰の下足の付け根の部分とか。俺はまあ、嫁とは仲いいわけで、ずっと結婚生活から今までのかけてもずっと仲いいって話してるけど、それでもなんか触れたことのない場所とか、意外とあるんだなって。ああ、ツイストゲームで知れたんですよ。付け根と、そう、微低骨の上の部分とか、そういえば、眉みのこの辺触ったことなかったなって、思う部分が触れ合うことが。 柔らかいんだ、ね、あ,あ、そうそうとか、<laughs> あ、ここって骨なんだなとか、<laughs> <laughs> 意外と知ることが多くて、うん、まだこいつく、俺分かってなかったんだなとか、うんうん、したら、俺が結構、左手を前の方にグーって伸ばさなきゃいけない、うん、結構きつい体勢で、うん、目の前に眉美の右足が目の前にある状態。うん、俺がもう床すれすれの状態で、うん、もうダメだっていう状況になる。うんうん なってさそれまではずっとなんか嫉妬心半分想像の半ね中でだけど嫉妬心半分でやってたんだけど右足繭美の右足をドアップで見た時に見たことなくて今までああっと思って親指のとこに一本毛吐いててちゃんとした毛吐いててああどういう気持ちだそれ でも、それってさ、うん、すごく特別なことでさ、<laughs> もしもだよ、うん、20代前半で気のあるサークルの先輩とか、うん、いやサークルやってたとかは知らねえけど、うん、ツイスターゲームをやるとき、やる機会があったら、うん、あいつ抜いてたと思うんだよね、絶対に。うん、まず、まず合宿行く前に全部抜,抜くか処理してたと思うのよ。そう あるからないね俺は2年半の交際を経て結婚してさ今結婚14年目かななって家族になって子供もできて2人の時間を重ねていく中でじゃあ素足になってゲームをやる全部見られる体制も取るっていう時に足の指毛を見せられるってなるほどね特別なのかなって うん、もしもよ旅館でね、うん、そういうことがあったとしてもよ。それはでも20代の若気の至りのね、部分であって、うん、もちろん俺とも出会ってないし、うん、で、出会って二人の長い時間を気づいてさ、うん、こう、この景を見れることって、で、あっちも見せられることって、じゃあ、旅館のことってもう、なかったことにしてあげてもいいんじゃねえのかなって。<laughs> あるかどうかわかんないじゃ <laughs> <laughs> なるほどね。ちょっとね、俺感動したっていうか、男としてちょっと一個上がったような気がするんだよね。確かに。大きいな、部屋ごと。ん。で、それ見つけて、まゆみは顔浅ての方向向いてるから、自分の右足とは。わかんない。俺に見られてるっていうか、苦しい苦しいとか言ってるの。で、俺、あの、左手で、爪で、それピッって向いたら、えだ 負けは痛えよ <laughs> で。崩れ落ちて、<laughs> キャーって言って、で、はい、はい、ママの負けだーって、今だパパだよーって言って、うん、このこのーって言って、うん、俺の上にわーって乗ってきて、うん、わーってずるいずるいって、やったんよ。外は雪が、雪が、雪,雪がちらちら降り始めてる。 ゆっくり引いてくだら、ドローンでゆっくり、<laughs> <laughs> こうちゃう、から。俺ね、家の中ってのはね、悪くねえんだな、って。思ったね。<laughs> まだまだ遊べ遊べる。家の中でも。まだまだ遊べるし、近いからこそ見逃してた発見ってあるぜ。うわ一人であろうが家族であろうが。あいいね。いい方向に、ながら、プラスのポジティブな方向に持ってってほしいね。うんうん じゃあもうだから大丈夫ってことですね。だから、まゆみさんのその過去への心配っていうのはもう。俺はだから、いけ許したの。聞いてないんだけど、許して、う嘘、ごめん、聞いたんだ。えどうどうだったいや、あの、それ、やっぱ聞くよ、絶対。いや、平子さんは聞く。じゃあ俺は、それで、あの、なんかあっても大丈夫っていう体制になった。だから逆に言うと聞けたの。ああ、なるほどね。それ終わって、夜ご飯食べて、子供らが寝た後に、まゆちゃんさ、 ツイスターゲームやったことあるでしょ <laughs> <laughs> なんかルールとかあれだし、つって。あ、あるあるって言った後に、うん、小さい頃家族でって言ったの。あ、ほら。うん、らやっぱあるんだって、そういう小さい頃。ただ小さい頃家族で、うん、俺らの世代で小さい頃、ツイスターゲームまだ入ってきてねえのよ。<laughs> え、あったかもしれないですよ、もしかしたら。まあ東京の子だから、まあ。調べてみましょう、ちょっと今。あったって、絶対。いや 俺はないと思うんだよな。いや、あるよ、もう。ただ、あ、それがだから、なくて、実は大学時代だったとしても、うん、俺はその、指毛の一件で、流せる男にはなったのよ。うん,うん、どんな過去があっても受け止められる。うん。うん。えっ、ー、と、ほら、1960年代、任天堂が出してるみたいですよ。任天堂はい。60年代ですよ。うん。98年から2006年まではトミー。 が出ってよかったありがとう <laughs> 曲いきましょうサジジでシュガーオレンジお聴きいただいたのは「サジでシュガーオレンジ」でしたホッとしたなマジでホッとした。 おねえまあ、まあ、と思ってたマジで、うん。そうですね。ありますから、ね、東京の子だしね。うん。早いのか、そういうのは。そうですね。取り入れるのは早いかもしれないですね。うん。確、うん、かに。その大学の時とかのことは言及しなかったんですかそ,そこで突っ込まない。ないやいや。でや家族でっては言ったよ。<laughs> で、わかんないじゃん。はい。だから、うん。 うん、だって、子供の時だけってのも変な話ではありますよね。と思わない <laughs> 思わない <laughs> いやいや、はいはい。で、平子さん、やっぱそこまで,で逆に東京の人ってことは、うん、で、東京の大学なわけじゃん。うん。うん,うん、うん。うん。あいつ頭いいからさ、はい、あ,あの、短大行ってたし。はい、<laughs> うん。あとまあ、一番遊んでる可能性が東,東京の短大だから。短大でしょ、うん、うん。だから、すげえ勉強、 してきたやつって、解放もするじゃん、遊ぶ時って。あ、まあまあまあ、そうですね。サークルには入ってたんす。サークル、俺そういえば聞いたことねえかも。結構だって学生時代多分派手ですよ、ね。でも女子短大なんだけど。いや、もう。一番危ないです。女子短大が一番危ないっす、ね。え、なんで女子短大でるサークルだったら女子しかいないじゃん。いやいやいや。当時<で>なんかいろんな大学と、慶応のなんかサークル、なんとかサークルみたいな。入れんのそういうの呼ばれるんですよ、すぐ。 そう。インカレですあ、インカレってそういうことなの、うんうん、え、インカレってそういうことなのインカレ。え、インカレのインってそういうこと <laughs> 違う。違うのそういう用語、用語じゃなくて。違います。<laughs> 挿入とかのことじゃないの、うん、今ちょっと聞いてみてくださいよ。何のサークル入ってたのかとか。ーいやー、これは、ちょっとやっぱツイスター系おかしいですよ。どう考えたって。え、電話でメール 電話も,もできるんです出ます多分出ると思うけど、<laughs> 家にいるから。<laughs> ちょっと聞いてみる静かにしてね。<後>うん。ちょっとあの、あの、俺、俺の感情で聞くと多分言わないと思う。なんかさして。ななんなん仕事上の、なんか参考として言うんだったらかだから、ちょっと待ってさ。まあ、<laughs> ちょっと待って死ね。死 <laughs> ね。 家にはいるからねあ衣替えするっつってたから携帯外してる可能性あるなあーなるほどねうん,うんそれか察して出ねえかいやそう出てるやつやっぱ賢いっすか女子もしもしあっ舞ちゃんさあれさ短大の時ってさサークルって入ってたことある 無無所属ですまあなんか入ってるわけじゃないけど、うん、私が入ってるところに何か、うん、の時に呼ばれてに参加したりとかはしたことあるけどサークルに所属はしてない。 んなあ,あ、所属はしてないのねそれなんかさ、はいえなんかそのよ、呼ばれたりとかって何サークル何だか知らない。え多目的みたいなこと多分。多目的サークル何、何、何、何するサークルそれえ、なんだろうあ、友達に聞けば分かる。だって私、本当に2回ぐらい言ったぐらい、バーベキューとか、花見とか。 なんかそういう<ー>遊,び遊び、遊びの時に、友達、<ー>女友達が何人も入ってて、ああ、そういうことね。行こうっていうことだから、別に私は所属してるわけじゃないんだよね。うん。あんで、バーベキューをしたんだ。えあ、うん、あ、バーベキューをしたりとかってことね。そうそうそう。あ,<ー>あの、玉川他もどっちやで。駒沢の近くにあるところで。ああ、ああ、そのくらいのもんか。 そうそう。ん<ー>全然活動はしてないよ。うーん、分かった。はいはいはい。ありがとう。はーい。はーい、はいこ。これは、これは終わりましたね。めちゃめちゃやってますよ。おっかな一番嫌な答え聞いたかも。いや、あのさ、お前さ、終わったよ。<laughs> ええー、俺さ、ダメだわ見てた俺、飲みサーだわ、完全な俺、手震えてたわ。<laughs> いや、の、あいつ酒飲めないから。でもほら、その場が、そういうの場好きな子とかも全然いますし。ただ、だから、承諾してないって。<も>うん。よくうれしで。いや、でも、うん、俺に言えるってことは、こんなのさ、嘘ついたっていいわけじゃん。はい。サークル入ってないようで終わればいいわけじゃん。まず、はい、わざわざ自分から言ったじゃん、今。はい、言いましたけど。 うん、え <laughs>、うん、いや、お、やっぱ、二回は嘘ですよ、それはもう、絶対。おかしいもん。しかもなんか、うん、汗がもうちょっと、俺、手震えてたわ、今。ほんと汗かいてきてますよ、平子さん。初めて聞いたかも、マジで。りゃそ,そういうとこちゃんとつっつかないと。でも。も所属って言ってましたよ。<laughs> 選挙じゃなく <laughs> リーランスでいろろんなところいろんない言ってない言ってないよ一番すっやつちょっと待って汗が止まんねえ一番こうフットワークフッカルなやつの違う違ういい違う違う違うフッカルの眉み違う,違う俺に何かがあった時に何かがあった場合でそれを言ったら終わるって分かってるから、うん、今自分から言ったじゃんいや 俺の、だけど、ひ、ってお先、お目さきが、嫌って、何が、真由美さんの、んうん、あの、あの、玉川、あの、ニコ玉、あ、だってね、駒沢の、あの、玉川の、あれは、もっといろんな、闇深がまだ隠されてますよ。うん。スキーもやるし、スノボもやるし、絶対。隠されまくってる。何か嘘つこうとしてる言い方でした、あれは。これ、ツイッターやったな。完璧です。これはもう。あいつツイスター女子大生やったね。ツイスターうん 悪いことじゃないですから、別にそれはね。禁じられたことではないよ。はい。みんなとね、交流をいや。いや、待ってくれよ。<laughs> いや。いや、ちょっと、これは。いや、子供らが二十歳になるまではさ。そこまで考えたら、<laughs> ただ、旅館どころじゃない騒ぎですね、これ。 平子さんの想像の範疇を超えてる気しますね。あ,あの、アクティブアクティブなもともと、その外遊びとか、はい、ゲームも好きだし、はい、外出その公園とか好きだから、はい、だから、か垢、寝かのプロなのよ。うんうんうん。その、社交的というか。社交的すぎて、うん、だから、なんかをしたいがために社交的に演ずる人間ではないのよ。 根っか、だから、ルフィよ。だから、ルフィ。ああ、ナチュラルにもそれがもう。ルフィって、花見もするし、多分バーベキューも大好きだろうけど、あの、ポコチ入れようと思ってないじゃん。根っから明るいじゃん。もう、生まれながらの寝やかじゃん。ああ。だから、ルフィに近いんだよね。楽しそう、あ、美味しそう、面白そう、わあ、なるほど。宴だなのよ。あれ、ワンピースだって宴の後さ、 やってねえじゃん。ん、<laughs> まあまあ、そう、確かに、そうで酒かっくらって、<laughs> 雑魚にして、ぐーぐーじゃん。うん,う,んうん、うん。そうで、ルフィなのよ。あ、本当っすか。うん。で、平子さん、まあ、その、なんつうの、性生活の面も平子さんやっぱり知ってるわけじゃないですか、まゆみさんの。まあまあ、俺は旦那としては知ってるわけ、うん。そなんとなく、性欲のこの状況とか見たら、まあ。<laughs> 何言ってんだ、お前。いや、その。性欲の状況って <laughs> マジでルフィって言えんのかなっていう。<laughs> ね。 悟空、悟空や。悟空や、ルフィと言えるかなってな。<laughs> <laughs> モンキーリルフィですか、ね、<laughs> モンキー。<laughs> いや、でもそこはやっぱ平子さん、まあ、今日帰ってどうなるかわかんないですけど、器の見せ所だとは思いますよ。 ここはでかいね。ここでかいっすよ。な,な,なんでって聞かれ、今日どうしたのって聞かれて、うん、あ、いや、なんか、そういう話、なんか番組上でね、うんうん、あって、あんまりサークル俺わかんないから、うん、とか、流せたら、一段。いや、それはできたら、すごいですよ。ひらこ D、ゆうき。ひらこ D、ゆうき。<laughs> <laughs> <laughs> 俺はでもできないと思うな。やっぱ我慢できなくなって、最初我慢するけど、風呂上がりで、うん なんか、ムカついてきたっつって言っちゃいそう、平尾さんは。あれなんなんワンピース、ひとつなぎだろうひとつなぎゴムゴムのみっつってたな。<laughs> あいつ、あいつ言ってた。<laughs> 言ってねえんだよ、眉毛は。<laughs> うわ でも衝撃的だったな。いやーでも俺は信じたいな、うん。でも本当何やってても悪くないから、平子さんの前だからね。うん。うんうん。うん、まあまあね。俺の前、前、うん、と知り合う前の話。前の話以前の話ですから。別にいいじゃないですか。お前は収まる、それで。前、旦那の場合、彼氏としての場合。おさ収まる。玉がいてバーベキューして、四股玉飲んで、ぶっかましたわ。<laughs> ってなったらさ。 ああ、さすが。あいったから、多目的サークル、<や>何のサークルか分かんないっすよ、<や>女。いや、そんなわけないですいや、だから、<laughs> いや、本当に何のサークルか分かんなかったと思う。で、ってことは、そのサークルが多目的サークルだったってことじゃん。一番危ないとされてます、ね、俺だから多目的サークルとテニスサークルを、この世から根絶させようとしてる、軍団の代表なわけん。あ、確かにね。 ただ俺がまゆみさんなら、じゃあ聞、聞くなやってなりますけどね。ま、俺がまゆみさん。あ,あ、言うぐらいだった。俺がうじうじ言うんだったら。はい,はい,はい。いや、聞くなやじゃなくて、だからそこなんだよ。過去のことじゃんの言い回しのやつでしょそれって。じゃあ、か、過去って何どっからどこで途切れて、現在、過去、未来で途切れがある さっきから言ってるけど、まあはい、時間って流動的できて途切れてないものなの。はい、過去の細かな瞬間瞬間の積み重ねが今だから、今お前を形成してるものって過去でもあんのよ。わ、うんうん、かるた、それはでもまあ、あれですけど、もうお互い様じゃないですか、言うたら。俺だってそんななんか、サークル顔出してとか、俺そういうことやって、<laughs> やってきてねえから憎んでるしね。<laughs> テレビぐねえじゃなくて。<laughs> いや俺これは <laughs> 大変なことになりそうだな <laughs> <laughs> はいえーメールが届いております神奈川県ラジオネームメロメロソーダ先日の DC ガレージ拝聴しました多目的サークルのことですがうわあのー 選手ね、うちの嫁がこの自粛中に子供たちとツイスターゲームを、まあ、意気揚々と出してきて、<laughs> はいはい、こいつ、大学時代とかでなんかサークルで、うん、多目的サークルとかで、そういう遊びしてたんじゃねえかってうん、うん、僕はね、ちょっとね、はい、疑心暗鬼になってしまった話しましたけど、多目的サークルのことですが、私の所属していた大学、大学にもありました。うん、そのようなサークルは、うん、オールラウンドサークル。ーオーラント略しされます。オーラ フットサルやバレーボールなどのスポーツを行ったり、バーベキューやスノボや旅行等のイベントを企画したりと、活動は様々ですが、とりあえず何でもあり。みんなで遊ぼうぜ的な、陽キャ集団です。主な活動は飲み会のイメージです。インカレのオーランは、出会いが主な目的なのではないでしょうか。インカレのオーランに無所属で参加するまゆみさん、かなりイケイケですね。<laughs> やっぱそうなんだ。 イケイケなんだよ。ご覧ね。うん。オールラウンドサークル。確かに。なんか聞いたことあるわいい。オールラウンドサークルはちょっとやばいな。名前変わるだけでこんなやばくなんだ。で、まあ先週そんなさ、疑心暗鬼になって、うん。直接電話をつないで、はい。大学の時サークルかなんかやってたのってね。まあラジオと言わずに、ね。うん,うん。ね。聞いたら、まあ入っていないと。うん。サークルには。無所属だよと、と、うん。うんうん。だけど、その知り合いの、 友達のサークルが花見とかバーベキューやるときに行って遊んだりしたことはあるよっていう話をして終わったなと。そうですね。まあ一式でお話はしましたけども、はいはい、まああの、はい、家に帰って、後日だ怖うい怖い怖い、はい。家に帰って、<ん>あ、まあ、ちゃん今日ごめんねって、あれ実はラジオの収録中で、うんはいうん ま、そんな話の流れでね、俺は悪ふざけのちょっと話の延長上で、ちょっと電話してみようって流れで聞いたんだ、ああそうなんだ、言ってよーとか言って、ごめんごめん。これで終わりだよ、絶対。で、怖いよ、こっから。いやいや、怖くない。やめときなってもう。いやいや、怖くない、怖くない。だって、あの、俺にあそこまでさ、さらりと言えたって、そんな髪の毛書き。言えたじゃん。 まゆみは、なんか隠すわけでもなく、え、無所属で、なんかそういうバーベキューとか行ってたよって。え、怖い言えたじゃん。今の目が怖い。違う違う怖くない。言ってたから、これはもう本当に、本当にただ純粋にサークルとして、そのバーベキューとか行っただけなのよ。言ったらね。それなんか後ろめたかったらその俺にも言わない。嘘ついちゃえば俺もわかんないしね。でもまっすぐ言えたってことは健全なサークルだった。で、 あの、よく聞いたら、その、ある、その、大が、ゆ美の言ってた短大の、あと、それは、4年生の大学も、それは、あの、ついてて。うん。ああ。うん。だから、あんまり勉強してない方ね。うん。単大た、ゆ美は短大だったから。<laughs> 短大簡単だから。単 <laughs> で、<laughs> そっちのサークルに行ってたんだ、ね、だから、同じ学校ないのああ<ー>そうそうそう。で、そこに自分の仲いい女友達が、幼馴染みの子がいて、うん。うん やっぱ今日、あそこがバーベキューするんだってよとか、お花見するんだってよで誘われて、まあ行ったことがあると。あ、そうなんだと。その程度のそれなんなのその多目的サークルなのじゃじゃ何のサークルかっていうのは知りたいじゃん。例えば、までですだからバスケットボールとか、なんかいろんなね、サークルがあるじゃん。文化系のとか。なんかそういう、そうそう。いろいろある中で、どういったサークルなのなんか多目的サークルなのなんか、何でもありのサークルなのって言ったら、あ、そんなことないよ。 あのお花見とかバーベキューの時期にそういうのをしただけで、普段は、スケーターの人とか、BMX とかが、主な活動の人たちが、 季節にそういういバーベキューとか集まってわーって横乗り系の,とか、ね、系のそうそうそう、うん、んで BMX の自転車ね、うん、競技系の自転車ね、うんうん、ストリート系の,系のストリート系っつうのかなスポーツか今はだから昔はね、うん、それちょっとストリート系から派生はそうかもしれないけど今はもうオリンピック競技にもなってるから、うん、だからそう考えるとまあスポーツマンああもうそうやってやったらもう健全ですようん、うん 思ってたチャラさじゃないから、もうそれはもう全然。うん。全然,全然 <laughs> なんかそのね、ゴールドのアクセサリーをしてとかの、<laughs> 白パン履いてとかの大学生の集まりでは、ない。ないない絶対ない。そう。違うよとそう。わかりますよ。そ,それは。スポーツマンの、うん。集まりまあめちゃくちゃ健全ですね。うん。だから、これは安全だったなと。 言いぶがしいかって、なんか申し訳なかったなぁ。ああ、うん、もう。で、お風呂入っても、それはもうその話は終わりですよね。で、その、サークル名 <laughs> まあ今もうないから、もう言っても平気なんだけど。まあその,、はいまあ、そのスケーターがいる。b m x やる人たちがいる。覚悟がいるな、ちょっと聞くな、サークル名。はい。<laughs> グラビティ。いや、何笑う何スポーツマンの集まり。<laughs> グラビティ。グラビティうん。重力。 だから、はい、だからその自分たちはその横乗り、まあ飛んだり跳ねたりするもんで、はい、なんか重力を、なんかもうぶち壊す集団みたいな、そういう乗りなんじゃない頭悪いから。<laughs> ね、なんかあれ BMX もなんか、ジャンプしてハンドル、くるんって一周して、また着地して、またまっすぐ走ったりするじゃん。はいはい、あいつらって。<laughs> うわぁ。じゃチャライっていうかでも、やんちゃな方じゃないですか。 なんかそういうのは。やん、チャラいやつってなんかそういうね、もうやんないし。そうね。ただ、うん、あの、スケーター、スケボーやるスポーツだ。素晴らしい競技だと思う。やればいい。BMX。素晴らしい競技。もうすごい難しいな、あれって。もうパッミーよりもすごい勇気もいることだし。すごい競技で、あの、X ゲームとか好きで見てるんですけど、僕も。あの、それで、あの、競技性を追求して、一生懸命にそれに励むんであれば、 花見の季節、みんながお花見にね、ど、んちゃがどんちゃがやってるの横目に汗水垂らしてその競技性を追求する奴らが本当のグラビティなんじゃないかなって。ーーてバーベキュー、はい、夏の時期にこそ、ここはもう踏ん張りどころだ。はい、ね、うんーうん、バーベキュー楽しくやってるチャラい奴らを横目に、BMX をくるくる回す。<laughs> 肘に怪我して、膝に怪我して、バンズのスニーカーを履き潰す。うん、そいつらが本当のグラビティなんじゃねえのかなって、俺は思うわけよ。<laughs> うん、まあまあまあ。そうそうお花見の季節に、ボードを乗り捨て、BMX を乗り捨て、花見に興じて酒を飲む厄らたちが、何がグラビティかと、何がジュール欲を扱いしい者たちだと <laughs> そ。そのやっぱ抜く時間みたいなのも大事だ、その抜く時間そう <laughs> いう意味じゃなくて、 その、<あ>アスリートとして考えた。誰相手に <laughs> 抜いてるんだよ。アスリートとして考えた時も、うん、オフっていうのはやっぱ大事ですから、やっぱ。オフはオフで、そこでもスポーツドリンクなり栄養補給をして、はい、明日に備えて体を休める。それが一流のスポーツマンだよ。まあまあ。お前たちが本当そのグラビティの集団が、スポーツマンであろうとするならね。でなければ、じゃあ季節に応じたそういうね、 パーティーを満喫するのであれば、うん、じゃあそのパーティーに女性をたくさんの人を集めるための横なり、横乗りの見せ物看板ですかと、うん。スケーター漫画のほら、橋休め会みたいなあるじゃないですか。花見でみんなで盛り上がる会みたいなスケーター漫画の橋休め会ってなんだよ。ね <laughs> えんだよ、まず。スケーター漫画が。ねえよ。<laughs> 酒かっくらって大学生集めて、はい、でサークルだーダもん何のクソもねえわけよまあまあそうかもしれない何がしたたよ何がグラビティかとグラビティってグラビティって呼んでたでしょうね多分ねグラビティーイントネーション多分ね <laughs>、うん、で余計に殺すし <laughs> <laughs> こいつはだからそうさっき言ったようバンズ履いてねえと思うんだよね ああもう擦り切れたバンズ。<変>もうシューガムで直しに直しながら履くようなバンズを履きながらの競技者たちじゃないね。うんうん、ファッション。ファッション横乗り系。ファッションスケーター。ファッ,ファッション BMXer。x ー r つうのがわかんねえけど。いやもうも本気でやってる人たちの凄さ俺知ってるから、プロになった人たちとか知ってるから。も,かもしかしたら、オリンピック出て、まゆみさんがそれ見て、あっ あの時のグラビティのあの子だって言ったらもう終わりっすよ。マジでやってたんだってなりますよ。わかんないじゃないですか、だってそんなの。マジな、マジでやってたやつがオフの時はオフで、精一杯羽伸ばせるやつってこと <laughs> そう。そう。それだってありえるよ、全然。<laughs> そっか。<laughs> <laughs> すごひじけがだらけじゃんこれどうしたのああールやってるやつなみんなそうだよえっばんそこ持ってるよいらねえいらねう切りね切りねあお酒1年酒こっちおだい飲めねえだったら無理しなくて飲まなくていいからねチャラそうじゃないもん全然いい感じだもんなえっタックンどこ行くのえパーか練習だよほらあが。 オリンピックが繋がるわけですか世界大会とかに。ああ。よっぴー。音楽いいけど、周りの人に迷惑かかんねえってとりな。ちゃんとしてんな。<laughs> めっちゃちゃんとしてんだよな、だから。じゃあ、行ってくるわ。うん、先輩行くんすか、うん、ああ。じゃあ、また明日な。うん。うん、もうめちゃくちゃモテますよ、そいつ。めっちゃモテる。まゆみさんも、たぶん絶対そいつのこと、惚れてたと思うし。女、うん、の子からそんな。 じゃあ告白して、うん。いいなと思ってんだ、つって。いや、でもそう、<laughs> いや、そうならないよ。そうね、そうならない。大丈夫。大丈夫すか、うん、いや、告白するかもしれない。例えば告白したとして、はいはい、あれまゆみのことはすんげえいい女だと思うし、うん。まゆみが彼女になったら毎日楽しいと思う。うん。たださ、スケボーもしかすると、オリンピック競技になるかもしれないんだ。 今、踏ん張りどころで。うわ。もちろん俺も好きだよ。好きだからこそ、オリンピックで活躍する姿、真由に見せてたなと思って。うわ。そっか。めちゃく、今も忘れてないですよ、そしたら。そいつのこと。ずーっと覚えてますよ。はい、どっかで。うん、たまーに思い出したりしてますよ。あいつ、うん、俺に作る料理も、あの日、あの夜も、うん。 ずーっとですよ、多分。とか。オリンピックも、待ち方全然違うし、俺らとは。あの、それが、俺ってことないんそれが平子さんうん。俺、うん、は膝をやっちゃってて、競技者としては <laughs>、ブレーキ、あの、主治医に止められて、<laughs> うん、これ以上滑るんだったらお前死ぬぞ。 って言われて。うん、タバコ吸うタイプの医者に。<laughs> でもよ。<laughs> うん、俺はお前のことガキだから見てる。ガキから見てるから、これ以上滑らすわけにはいかねえ。ドクターストップだ。かどんな名医に言われるよりも聞くな <laughs> いや、<laughs> 記憶があるんですかグラビティの人なの <laughs> の創設者 <laughs> <laughs> ガレージまあね今あのちょっとねオープニングで見ましたがずっとおうちに皆さんいっぱなしでしょうからね、うちもそうですけどうん、うん、ちょっとサイコスリラーアクションの話があるんですけどそんな話あんのサイコスリラーアクションうん、ちょっと怖いかもしれないですけど振りすぎてますだからまた <laughs> いや前もやりましたけどサイコホラーアクションかな <laughs> スリラーなんかも捉え方だね大丈夫です大ぶりしてますよサイコではあるわサイコスリラーかなサイコスリラーアクションサイコスリラーアクションやばいってスッと行けばいいのにいやいやサイコスリラーアクションなんだよこれサイコスリラーアクション期待値すげえ上がってますよ今いやあのガタガタ震えるえうんはいずっと家にいるじゃん言いざるを得ないじゃん今そうするとやることももう限られてきてさ で、なんか、いい形にしたいと。せっかく家にいるんだから。子供遊ばしたり、いろんな形で遊ばしたりとか、うちはいろいろやることあるからね、子供二人いるから。うと、うん、なると、あの、ちょっと、大掃除にもなってくるのよ。う,んうん、うん、で、うち、賃貸だけどさ、うん、子供二人いて、まあ、四人暮らしだと荷物も多くて、三、うん、階が子供たちの寝室があるんだけど、うん、その横に物置があるのね。うん でその物置の中にもう今までのなんかいろんなごちゃごちゃのやつがザーって全部もう押し込んじゃっててパンパンになってるから、うんうん、で次上の娘ももう小学校上がったし、うん、なんかランドセル置き場とか作りたいから、うん、一回これちょっと捨てようとう整理しようとなるほど俺と嫁でそっから段ボールを次々持ってきて、うん、二人で開けて、うん これいるものいらないものって捨てていこうと取っとくものとか子供のものとか思い出のものとかね赤ちゃんの時の靴とかじゃあこれはいるしこっちは捨てようとか二人で判断しながらゴミ袋を二人の間に入れて喋りながら捨てていったで一箱やって二箱やってで子供のもの嫁のものいろいろ出てきて十箱ぐらいやって結構なもうゴミの量になって片付いてきたねつって。 そして結構奥の方の段ボールにも手が届くようになって、こんなとこにもあったわ、つって、ずりってこう出したら、その箱に、勇気、雑貨、写真などペンで書いてあった。引っ越しの時に書いてあたのかな。それは、じゃあ次にこれだって思った時に、第六巻なのかな。声が聞こえて頭の中に、脳に直接語りかける声が聞こえて、 その箱を持って逃げろ。え脳に、さんさんにしか聞こえてる俺にしか聞こえない。その箱を持ってすぐに逃げろ。いや、いや、どうなんだろう。おかしいなと思って。んかね、写真がザーッと入ってんだろうなっていうのは分かったんだけど、あの、そうするとやがめな写真があるかなって、イメージになるじゃん。でも、うちは、13年前の席を入れる5日前に、 一文着ちょっとあって。うん、嫁が昔のこうプリクラとか、ああ、懐かしいってなんか昔の見てたら、中に元彼とのプリクラが、その中に2枚だけ入ってたことがあって。まあまあ枚。うんうん、俺が、こういうのを取ったのはいいと、しょうがねえと別に、それを、あの、俺は何も否定しないけども、うん、席を入れる5日前に、元彼とのプリクラがまだ手元にあって、うん、それを俺に見つかるのってどうなんだっていうの。 結構な大ごとになった。でも、これは、まあ、しょうがない。じゃあ、言っても。失礼ちゃ失礼だもん。そしたら、その次の日に、押し入れから、俺の元カノとの大量の写真ががっさり出てきたことがあったの。で、も一回終わってんのよ。なるほど。うちは。写真問題は写真問題、写真問題、それでもちろんもう、 おでこが畳なんじゃないかぐらい謝って。<laughs> <laughs> 畳とおでこが入れ替わるぐらいの謝り方を。その前日のこともあるけど、前日の翌日だから。それを踏まえての。軒下見えるぐらいに、謝った過去があったから。そういったやばい写真はもう捨ててあんのよ。まあ、お互いでルールはそういうことになってるんで。一枚残らず、もう捨ててあんのよ。間違いなく。 なのに、その写真雑貨類の箱を持った時に、背筋がずーってなばって声聞こえるっていうのは、なんかおかしいのよ。いや、捨てたはずだぞって。出せるはずだぞ、これ。嫁の前で。でも、語りかけんのよ。マジで語りかけんのよ。<laughs> この場からすぐに立ち去る。俺をもって逃げろ。うんうん、おかしいな<う>だけど、絶対逃げれないよな ルーティーンがもうできてんのよ。箱を真ん中に出して、一個一個出して、これはあだ、これはあじゃないっていうのを出して。で、ゆ美個人の箱もそれまで出してるから、あ、誰々からもらった手紙だ、あ、誰々さんと撮った写真だっていうのも一例やってるから、写真は自分がっていうのはおかしいのよ。じゃあ俺これだけ持っていくわって、バレるじゃん。写真って書いてあって。絶対やばいっす。これ、どうしようってなった時に、それをゆ美の前にポーンって置いて、 あえてよ。うん。あ、これな、俺の写真とか入ってるっぽいから、俺ちょっとあの中もうちょっと整理するから、いまい、ちゃん見てもらってさ、うん。なんかいらなそうなの捨ててくんないって言ったの。うん。俺はもちろん、私じゃわかんない街だから。なるほどね、そうだよね。うんうんうん。バックンバックンしながら、うん。ボーンって目の前置いて、うん。 俺の写真系みたいってで蓋もをわざと開けるまんちゃん大丈夫ですよって俺ちょっともうちょい整理するから写真いらなそうなの捨ててなんかあった方が良さそうなの取っといてくんないでそっからその部屋から離れながら倉庫にゆっくり戻るはい夜中からグンッグンッて「はい」っつったら終わりやん 君。勇気、うん。私じゃわかんない。愛嬌やばない俺。<laughs> すごいな。ポテトチップの袋の中に、読もう。ええのいや、本当だわ <laughs> 想定通り。 つって、ここででも大きい声で、ああ、じゃあじゃあ俺やるか、だとバレる。うん。女性ってもう勘がいいから、そう、トーンが大事なのよ。うんうんうん。あじゃあ俺やるわ。でも、おかしい、なんかわざとらしい。あの、息を吐く、ブレスの流れで、シャネバらけるか。あ、自然かもしれん、それは。うん、シャネバらけるか。下にってこのめんどくせえな。 やりたくない作業にして箱をで箱を持つ前に、うん、またちょっとだけ倉庫なんかガサガサって音だけ立てて何もやってないんだよなんかあのビニール袋みたいにあったからガシャガシャガシャって手でこすって <laughs> すぐ持っていかない感じ <laughs> でワ枠ンみを置いてであーあーっつって自分の部屋1階の自分の部屋持ってって、うん、扉閉めて、うん、何だったんだろうと、うん、思って。うん 写真が山のようにガサッて入ってんの手紙とかでバーってこう見てってんてことない写真なの別に見られても何の問題もなかったし手紙も別になんてことない何見られても何のあれもない写真も手紙がバーってあじゃ気のせいだったのかあの第6巻は下の方から昔まあ俺らの世代はまだフィルムカメラでね 「映るんです」とかもそうだし撮ってた時代だから昔のセブンイレブンに現像を出した時に返ってくる写真のあの縦長の袋がセブンイレブンのやつが出てきて随分昔のだのフィルムのやつだ時代のやつだなと思って中見たらフィルムがわーって入ってて。 あれ入ってるじゃんんか折り重なってで、その中で焼き増ししたいのこれ何枚っていうのさ焼き増ししてもらえてそのフィルム出てきて「お前か?」って俺に問いかけたのそしたら「わしじゃよ」え何え透かしてみるわけ天井にねかっこいいな ちょっと眉間にしよ寄せながら「どれだ?」って友達と写ってる写真とか七個のコンビカの昔のね懐かしい写真とかこれ別に大丈夫フィルム問題ないセブンじゃもうセブンなのドラッピセブンなのよ「サイコスリラー」ってもう一枚フィルムバーって見てであこれって 前人と知り合う前の時代だな。うん、触ってみてって、うん、あるとっからの十枚分ぐらい。うん、危ない。うん、あー危なかった。<laughs> 危ない。<laughs> 終わってましたかな。<laughs> 先生。何が何があぶんの何が映ってたんですか危ない危ない危ない。えそんな危ない危なかった。何そんな。終わってたよ。言ってもお前その前の週前の週思い出してくれよ。お前大学のサークルどんなとこ入ってんだよ、みたいなさ。そうだ。ねラジオで喋ったんだけどな。何そのサークルなの いえスケボーとかやる人。スケボーの3 0 BMX の人たちえ、うん、<て>それは何 <laughs> いや、バーベキューとか行って、うん、バーベキュースケボーやってるのバーベキュー行くの、うん、いや、バーベキューやるじゃん。うん、で、関係ない人が行くの、うん、女の子呼んでいや、女の子だけじゃないけど、友達の友達が、女の子でしょつって、うん。女の子だったかな女の子じゃん。<laughs> スケボーもやれば、BMX もやって、遊びもするし、飲み会もするし、バーベキューもやるし、お花もやるってことうん、うん。多目的サークルじゃん。いや、ま、う、あ、ん、そういう側面もあったかもしれないけど、でも別に普通に遊んだだけだし、うん、うん。あ、そうですか。うん、へぇー。で、終わってるじゃん。<laughs> <laughs> はっぶなサークル、どころかい。うん サークルの向こう側のえぇサークルの向こう側あぶんはってなって何、うん、乱交の写真す違う違う違うルム現像されねえから何そんな現像されないからサークルの向こう側いやいやもうそこまでいかないそこまで行くと説明しなきゃいけなくなっちゃうねサークルの向こう側 <laughs> のう側 <laughs> う本気で甲子園を目指す写真花園目指した頃の <laughs> 危なくないっすよ、ね 本当にだから、第6巻で、マジで回避できて、で、それをもうワシャワシャってもう捨て、イみ袋に捨てたら、あの、なんかの折にそういうイみ袋ってもう一回開け直すことってあるじゃん。あれ捨てちゃったとか、あれの、なんかこっちセットだったわ。こっち取っといてるの、なんかさっき一個捨てちゃったとか、わーって開けちゃう機会ってあるから、それをコンビニ袋の中に入れて、一番下に。で、入れて、あの、洗面所に行って、洗面所のなんか濡れティッシュ、濡れたティッシュとか入ってるじゃん。嫌なもの。なんか、 化粧液がビシャーってなってたりするティッシュもバッて上に入れて、台所の生ゴミのあのカゴのやつもガンガンガンって入れて、米とか濡れた、ふやけた米とか、野菜の切れっぱしとか入ってて、もう開けた瞬間にもう中探すの諦めるのを上積みに置いて、ギュッて縛ってバッて入れて、めっちゃ危なかった。マジで終わってたと思って、一安心して。 で他の何でもない写真を整理してたらゆ、うん、美が階段降りてきて、うん、ええ、トとん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 ってふだんそんなこと言わないんだけど、うん、コンコン、うん、はーいもう開けられても平気だからそ、うん、したらガチャって自分の口ぐらいのサイズしか開けない扉の開け方して、うん、口しか見えないのよゆ、うん、美の、うん、こんなこと普段言わないのよ、うん 先にお風呂入りまーす。ガチャ。どっちやどっち普通にお風呂入んじゃねいのそれ。どっち何のジャパハリネットでピープルピープル。 ラジオネームメール来てますラジオネームえーハバケンですハバケンって言えばわかるかなうんラジオネームだからこれハバケンえ気持ち悪い何これラジオネームハバケンタロですハバケンって言えばわかるかなまゆちゃん久しぶり最後に会ったのは25の時だったかないきなりごめんねこの間学生時代の話する機会あってつい懐かしくなって連絡したんだよ いや、懐かしいね。学生時代って。花見やって、バーベキューやって、合宿やって。今でも覚えてるよ。ハロウィンパーティーの、まゆっちゃんの黒猫。みんなでイースターもやったよな。今何やってんの、ね、幸せしてる <laughs> 俺は、BMX でプロやってんだ。<laughs> <laughs> この間、BMX の大会出て入賞したんだよ。 結構大きい大会でさ、うん、入賞したからインタビュー受けたよ。やっぱりプロの世界厳しいよ。うん、どんどん若い子も入ってくるしね。<laughs> はガチだわ。けどさ、うん、今の子供たちの目、よどんでるだろう。俺らの時とは大違い。BMX を見て、一人でも、すごい、面白いって言って、うん、その輝きを取り戻してくれたらって思ってんだよね。うん、だから、絶対やめらんない。親にも、ダチにも、 みんなに反対されたけど、うん、こっちの道来てよかったわ。勝ちだったんだ、BMX。あの頃、プロに進むこと。うん、応援してくれたまゆっちゃんだけだったもんな。今でも本当に感謝してる。うん、今東京住んでんだよね。うん、俺は今東京から拠点をニューヨークに移したんだ。うわーすげえかっこいいなインタビューされた記事も見てほしいし、今度日本に里帰りするから会おうや。うわすげえ。アカウント、変わってないから DM ちょうだいよ。<laughs> ハッシュタグ、 bmx, ハッシュタグ、ニューヨーク、ハッシュタグ、まゆっちゃん、ハッシュタグ、ツイスターゲーム、ハッシュタグ、イースター女王、ハッシュタグ、プロで頑張ってるハッシュタグ、春といえばイースター、ハッシュタグ、お祝いした、ハッシュタグ、卵、ハッシュタグ、それはただの飲み会、ハッシュタグ、イースターでイースター、ハッシュタグ、その後、ハッシュタグ、目指せ世界大会優勝、 ハッシュタグ。あげお市民ハッシュタグ。あげお市民大会 BMX の部何 <laughs> <laughs> <に>これ何 <laughs> <に>これハバケンからですよ<ー>だからね。ハバケン。やっぱチャラくないんですよ。ハバケンはやっぱ、そのサークルのメンバーですよね。だから。BMX。うん。グラビティのメンバーグラビティのメンバー<上>。本気でやって、やっぱニューヨークで今拠点移してやってるっていうプロの。これって どうだ俺、これだったら、なんか、起業しててとか、遊んでてとかのがまだいいな。うん、あそうかな。こいあ、あのー、なんだろう。かってなっちゃうかもしれないですね、まゆみさん。から、いや、それはどうでもいいんだ。こいつの、こいつの側の話してんだよな。うん、な何が気に入らないんですかこのハバケン。 こいつってさ何だろうけ健康的なセックスするんだよスポーツセックスと言われてるやつ、うん、スポーツセックスってカーッつって大の字になって、うん、しばらく立てねえとか言うな普通それでダメなんですか <laughs> うるせえじゃんで何か すぐに返そうとしたりしねえ、多分。やったと思う。いいんじゃないですか、それは。ペットボトル、あの、海外みたいな、なんか、自置きの、あの、冷蔵庫から。冷蔵庫はみんな直置きか。台に乗せてるやつあんまない。いいやつそうだけど。ペットボトルポンって投げてさ、女性に。うん。で、なんか、その後のプランとかもさ、なんか、 おすすめのランチャんだけど、飯食うっつって、なんか、行ったりするじゃん。めちゃくちゃいいやつですよ。めちゃめちゃいいやつですよ、ハバケン、絶対セ。セックスしたら返せやっていう。<laughs> なんだろ、難しい。難しいなぁ。めちゃくちゃ俺いいと思うけど。いや、そうだね。そっちの方が実直だ男性としては。ゴールがもうセックスじゃないから。じゃ家庭だから、それも。そういうことをするんだったら、BMX とかじゃなく、なんだろ、上場金業じゃねえけど、なんだな難しい。そいつとかのはめちゃめちゃスケベですよ。どっちも取ってんじゃん、こいつ。クラスの一軍だけど、深夜ラジオも目通してますみたいなやり方してるじゃん。うん。それって。 どっかで崩さねえと、クラスで五軍だけど深夜ラジオ満喫してますじゃねえじゃん、こいつ。で、BMX やってるけどセックスが最低であるべきじゃん。BMX 世界でやってんだったら、じゃあセックスはせめてどっかで最低であるべきだし、セックスは爽やかだ、BMX で入賞してるわ、そうは問屋がおろさねえって話してんの。いや、だけどほら、 完璧でですすけど、ハッシュタグがアホですよやっぱ <laughs> だからそこもだ <laughs> それが女の子が可愛いと思うんじゃこういっぱいつけちゃうところで友達多いやつってハッシュタグも多いじゃん <laughs> まあ友達の数だけハッシュタグの数をそうでしょ<達> <laughs> ハッシュタグイースターイースターイースターいっぱい書くんだよこいつイースターでイースターって何 <laughs> これ怖いんだってこれ復活祭の中でもう一回復活祭何,何 内面の話になってんじゃん。怖いじゃん。ハッシュタク卵。イースター。いや怖いじゃん。これくらいのやつの俺いい気するけどな。ハシタク卵。イースターの卵ね。復活を意味する卵。こいつもだから2000年前の死とハマケ わ <laughs> かるでしょ、う、森が言いたいこと。えー、世界大会で、はい、活躍できて、子供たちの夢になりたい。背中を押したいっていう考え方のやつが、うん、セックスまで騒いがあったらダメだろ、つって言うの。うーんキムタクとか嫌いですかキムタク大好き。キムタクですよ、これ。ハバケンは。<ム>めちゃくちゃ。うそう考えたら好きになってきますよ、絶対、ハバケン。 <laughs> そうなんすよ。うん、木村なんすよ、<当>これは。あの、髪短くした時のドラマのタイプでしょ、はいはい、そんなずるいぜ好きだぜ <laughs> それは禁じてじゃあ、髪短くしたタイプの、キムタクのやつでしょ、うん、めちゃくちゃかっこいいやつね。プライドのやつの。怪我すんだろう。<laughs> <laughs> あ,あ。<laughs> まあ、待って。<laughs> 怪我もし同期か後輩も怪我するんだろ怪我で日本に一回帰ってきてそうだろで、知り合うんだろそうっすで目指すんだろもう一回そうですよでまゆみもなんかなんか稼があるけど諦めずに頑張ってんだろそれ見て自分も奮起するんだろそうですよでまゆみからパワーもらうんだろパパパワーもらったって言うんだろそれがもう流行するというより海辺で言うんだろ海辺でパワーもらったつって 今全部借りるっつって、そんで、関心来る。で、キーンだろ次。キーンだろキーンします成田だろ成田キーンだろで、ザーンっていう優勝の側面見せずに、あの、トロフィーだけ置いてある立ち方式だろ立ちの最後みたいな。で、終わり方かっけってなんだろかっけえかっけじ 一番いいんだから、それが。まゆみさんにとってもそれは、ハバケンみたいなのが一番いいよ。俺に会う前だもんね。そう、そうっすよ、そうっすよ。これ、ハバケン知った上で俺と結婚したいと思ったんだ。そう、それだからすごいことですよ。何に惹かれたんだろう。ハバケン、ハバケンと何で別れたんだろう。まあ、向こう行っちゃったじゃん。うん。 視聴者はもう平子さんが邪魔者みたいな感じですよね。もうあいつまた出てきたこいつも。なんでうまくいかないのうん。カバケンの優勝した時期と俺と出会った時期が被ってるもしかして。ああ。うん。そうっすね。うん。うん、で、優勝の方は届くんだよね。うん。俺に抱かれながら。の時期でよ。でも被るよね。まあそうですね。うん。 で、待ち合わせ場所に来ないのか。うん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 。どっかの、そうね。ニューヨークかどっかロフスかどっかの指定した場所に。うわぁ、広がるなぁ。7話だね。まだ ?5 話残ってんのそれ。<laughs> <laughs> 俺もう一回、もう一回俺のとこから離れるじゃん、<laughs> じゃんそ,れそれそうですよ。10話目で離れて戻るじゃん。うんうんうん、それ最後、ハバケンとやっぱ、木村さんとやっぱ繋がんないとやっぱり。<laughs> でも、戻ってくんだよな、俺のとこに。 そうじゃ最終的には今俺と結婚してるわけだから。いや、だからそれ今途中かもしれないですよ。9話かもしれないですよ。今9話す。今あ、じゃあ、うん、ーー10年後が途中で入るんだ。8話目の最後に10年後っ,って。はい、で、俺が切れてるシーンになって、はい、お前プリクラって何なん,て言んだよ。なんだお前これ。せきれる5日前によ。どういう感覚でこれ残すのって。 ってて出くシーンだで、いつもの昔、まだ羽ケンがアメリカ行く前の練習した小さい公園のベンチ座って、ホットコーヒー飲んで、はぁって、やっちゃったなぁって言ってたら、BMX の最初、車輪だけガーって止まるのを見て、車輪なめの眉みで、パって顔上げて、 うんつって CM だ。そうっすよ。そうっすよ。そりゃそうっすよ、やっぱり。最後ははばけんすよ、やっぱ。どうやったって。そっか、いいそっか。で、こうやって、旦那が、現旦那が、サークルがさ、ラジオの死になる。ラジオの死になる。ラジオの死になるんだ。サークルがさ、つって。相方が、え、それはよかないですねって言って。 そっと三みさん聞いてて嫌な感じになってるああ下見てああ下見てで今あれか、うん、ゴミ袋生ゴミどうしてガサっつって光当てて、うん、あっ <laughs> <laughs> で来週っす来週 <laughs> 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 いやみんな嫌いですからね。る役者ーールにアピス、DC、ガレージ